新型アウディ A6。 アウディのポイントは滑らか、滑らか、絹のように滑らか、滑らか、プリンのように滑らか、舌触り なめなめっていうので、例えば内装、この金属とても滑らか、このステアリングフィールもとても滑らかで、あとでまたオタク三上君にチェックしてもらいます。はい、と、いやー、いい動きますね。この辺のね、もうやっぱ作動感のこのカチカチ感とか最高ですね。エロいですよね。エロいですね。エロいですね。こういうやっぱ滑らかな作動感がやっぱ、まあ、アウディの一番好きなとこですね。あれどれで開けるんでしょう、これ。これダッシュの動きとか。これね、これ開かないよ、これ。開かないタイプ。開かないタイプだね、これね。けどまあこういうところの質感とかすごい高いよね。ここにこう赤い LED が仕込んであって、よく見たら。間接照明ですね。ですね。夜がいいの。この辺の金属パネルの精度も高いですね。エロいですね、アウディ。どうですか、エロいですよね。やっぱりこういう動きの滑らかさとかっていうのもまあエロいよね。エロいですよね。うん、ステーリングもなんか程よい重みとね、こう接度感がなくて、滑らかさがありますよね。絹ごしですね。絹ごしの豆腐みたいなステーリングフィールですよね。ね、エロいです。こういうところもやっぱりかなりパドルの感じ、ね、本当ですね。これスイッチのフィルムもいいよね、はい、まあとりあえず